ご一同にありがとうございます。ありがとうございます。本日は街道日蓮聖人のご招待で、昨日に引き続いて第2座ということでございまして、今後の方で、海外の方々のお話を伺っておりました。この街道は海外の座だと、そう思いましたね。海外に行かれる方も多いですけど、ちゃんとそこで教務さんを現地の人を得度させてお育てして、またこのご住職にお聞きしますと、インド、ネパール、スリランカ、近々、合同で、そして組織もでき、交流もするという方向で、次の大いなるご方向が近々スタートされると伺いました。その閣議、また推進役としてこの明治さん、明神寺さんの苦毒は計り知れないと思いますね。だからただ外国へ行くだけじゃなし、そこまでされるということは、これは玉石のことでございます。初代の日白上人、また先住の日宗上人、と先生方はその後の頃から随記されているに違いないとかやに思います。この街道へは海外の部というふうにいただきました。言上させていただきまして、その中に開元前夜というのがございましたが、来年は平成は今年で終わりで、来年は何ですか。いや、まだ分かりません。皆さんに当てていただこうかなと今計画しております。お祖様の時代のご開元は、お祖様は御年61で御入滅ですが、平均その61年の間に何回ぐらい変わったと思います？平均 3.5 年で1回変わってる。しょっちゅう変わってる。それだけ動乱の時代であったということですね。ずっと日本史がこう長いですけど、昭和64年でね、最長不倒なんです。前にもその60何年も続いたのはないんですね。そういうことを思いますと、本当にこの30年でも大変だった。60年も続いてるんだよ。日本史の中で昭和しかございません。お祖様の時代は本当に短い。 3.5 年、5年でパッと変わっちゃう。そして新しい世にしたいとか、もう少し世の中良くなってもらいたい、こういう切実な思いが今以上にあったと思いますね。これはご紹介をさせていただきますが、さて今日は街道聖人の街道夜なんでございますけれど、今年はちょうど維新の150年の年なんですね。
1868年、明治維新、当時はね、明治維新って言わないで、五維新って言ってたんですがね、ちょうど終戦の時に横に線をパーッと引くとね、前が75年、後ろが75年、足して150年でしょ。で、この五維新の1868年に海道商人はどこにおられたのか。実は牢屋に入ってらっしゃった。これが来月の29日でございます。大津法南150年というね。お祖様には辰野口のご法難がございますが、海道商人における辰野口とも言われる大津ご法難は来月でございます。で、牢屋に入っていらっしゃって、まあ、京都に大宮ってところがあります。ちょっと先行くと立命館大学がある。もう手前です。新選組の豚所のね、反対側に牢屋があった。あれでそこ探してね、見つけました。今、アパートぐらいになってます。海道省にここにおられたんだ。ね、6日間。まあ、途中省きますけども。その時の裁判長兼警察庁長官みたいなお立場が長田、この長谷信厚さんという方でございまして、まあ、結論の方から言いますと、長松政府という人は誠に立派な宗教家である。で、大津全寺院の64ヶ寺から訴えられたけども、ことごとくこれを却下する。そして長松政府氏の法というものは以後京都府公認とすると。ですからこの長松政府の法は大いに天下に広めてよろしいと。これが結論。誠にありがたい。そこで海道商人はその体験を通されて、お祖様のご信心に帰らなくちゃいかんということから、お題目とお経を併存して修行してたのを改良され、お題目一本のご信心に改良するということが始まったのはこの大津ご法難でございました。ですから来月の29日はぜひ、ご家庭におかれましても、そういうご苦労の中で私どもは現在のこのお題目を唱えさせていただけるようになったと。香がたくさん前後にいっぱいありました。残ったのはただ物力を一つですよ、皆さん。あとは全部時の成分に潰されてゼロですから、ありえないことですよね。たった一つ、まあ、そういうことも合わせてご披露させていただく次第でございます。その意味で、本日は誠に海道商人への第四法者の海道へとなった次第でございます。少しいろいろご披露することがありまして、たくさん喋りましたが、これで終わりっちゅうわけにいきませんのでご本をご教科拝読をさせていただきます。ご教科にこの恩神を嘆くに足らず愛がたき、実りに愛し尽くせ思えば、この恩神を
나게 그니 달아즈 아잉아타기 미노리 아이시스크세 오모에바 오시미시노고교과でございますね. 凡語はいつも泣いちゃうわけで投げちゃう。 ですが、この古法にお出会いした後世にわずかばかりの前言を積んだと、そのおかげで和田山国にお出会いした宿世宿という漢字と用という書くんです。それはそういう意味。 財産法をたくさん引っ張ってきて、どうにもこうにもならないところを本当にわずかな善根のおかげでこの大学にも出会いした。誠にありがたい。ですからご信者さんは物流宗の幸せというのは一体何だと言いますと、 根本はこの浄土宗のお大学にお出会いしたということが最大の幸せ、最大のご利益。いや、私ご利益いただいてませんなんて、まあ平気で言われる方があるかもしれませんが、このお大学にお出会いするとしたということはもうすでにあなたご利益いただいてるんですよ。 と言わなくちゃいかん。その反対に一番不幸は何だというと、この大学にお出会いしていないということなんですね。そこをしっかりお腹に入れていただいて、ご応募させていただく。今回は、言上にもあります。 自己ベストを更新でね、この物流宗ではこの運命の中心は一体どこに置くのかというと我が心だと教えるのが物流宗。神でもない、天でもない、 己の心なんですね。己の心が運命を変えている。ただ己の心の中には毒もたくさん持っております。三毒というでしょ。今すぐ金が欲しいと、 怒りとかね、ちょっとしたことすぐ怒るでしょ。トン、ジン、チーなんて、チーっていうのは知識の地に病だれって漢字が書いてありますが、具体的に言うとこれはね色事です。そういう心、毒を自分の心の中に たくさん持ってる。どこでそれがファッと出てくるかわからない。だから運命の中心は我が心でございますけども、もう少し詳しく言えばこのお題目を唱えている我が心というふうにならさせていた。これ最強の心だとお祖様は教えていただいた。 だからお題目を苦笑しない我が心は危ない。どんなに頭のいい人でも、どんなに他の才能があっても、お題目を唱えている我が心でないと危ない。毒が回っちゃうということを一番
最初に覚えなきゃいかん、まあ、そう言いますとね、お材木っていうのはいろんな収支があって、みんな同じと違うんですかとかね、違います。まあ例えて申しますと、国会議員は何人います？465人もいるでしょ。だけどその中で総理大臣って一人しかいない。その人が調印しないと国家間の約束事っていうことにはならないわけです。喋って終わりちゅうわけじゃない。最後にサインしなきゃいけない、ね、日本人だと実印をしようのお世話振り子になったらえらいことで国際的に非難される。だから国の代表者として総理大臣が調印する、絶対破りません。だからサインするよ。いや460人おっても調印できる人は一人しかない。まあようなもので、難民を法令で言うと言ったら一緒じゃないか、違います。上行所伝の大目と、これがお祖様が王政になったお大目で、ご利益をいただくお大目なんです。ただ難民を法令でみんな違います。他はご利益になりません。だから上行菩薩所伝大目、お祖様の時代お功績でご訪問されました、みんなまとめた、お祖様の御所は恩義九段と申します。その一番最後に同社での法和上行所伝の大目なり、お祖様はおっしゃった、ちゃんと上行所伝とお世話になってらっしゃる、ええ、これ以外の大名がないの、一つか。だからみんなの名は一緒じゃない、一緒ではございません。だから六老荘の次のお弟子さんの時代にもみんな上行所伝の大名をお唱えなさったんですよ、明快。だから迷うことはございません。ご神田には次にね、基本的なことを申しますが、この宗教ってのは一体何するんですかって、これ一番基本ですがね、時たま立ち返って頂戴しないといかんと思います。宗教って何ですか、何するんですか。一番根本は人間のその時代時代の生老病死を解決し、ご利益をいただくとために我々は我々の宗教があるんです。これが一番核なんですね。御仏が仏教を起こされたのは、まさしくこの生老病死の姿を見て仏教を起こされたんですよ。違います、ね、まあ、今はいろんなお寺たくさん法本の趣旨あるけど、うちは精進料理やってますとか、うちは観光寺です、うちは庭が綺麗ですとか、花がうちの得意なお寺なんです。でもそれは周辺的なことで、一番核の中心は何だということは、その諸宗のお寺自身が全然分かってない。
一番大事なのはこの生老病死の解決、これですよ皆さん、ね、これ忘れちゃったら意味なくなっちゃう、仏教でも何でもなくなっちゃういいよ。だから仏寺のお寺はお花、まあそういう点ではお花もない、飾りもない、どっかに絵飾ってるわけでもない、ね、似合いしみてくれなんてそんなのお寺はない、ええ、ないない尽くしだ。だけどこの苦笑信仰はちゃんとある。そしてご利益をいただくさ、高せためにみんな教務、公務さんも一生懸命だ。これが本当の仏教だ。ここ忘れちゃったら意味がない。開頭上人は生老病死は信仰より防ぎ方なし言い切っておられます、ね、この信仰以外にこの生老病死を解決する方法はないと言い切っておられます。誠にありがたいことだと思います、ね、だから他は上手にやれないけど、だけどその核だけはねどこにも負けないぞ、こういうのが物理書。それを一番最初に教えられたのはお祖様、日蓮宗、ね、そして文曹宗、近くは海道宗。生きて今困ってる人、その人たちにご利益を与え与える、そのために懸命にそれを教えられた。だから日本の宗教は日蓮宗人が本当に一番最初の方だと、こう言い切って間違いない、ね、もう一つ申しますとね、長年信心してご利益をいただくためには、ただねこの親がやってた、先祖がやってたからっていうのは信仰じゃないんですよ。で、何ですか、習慣っていうんです。それはご利益いただけません。だからお勤めの人でも商売やってる人でも最初にこれをね、最近はやかましく言ってる。ただ所属してるだけでご利益はいただけませんよって、自分で発信をしお題目を唱えて口説く妻にはご利益になりませんよ。違います。我が家で寝ててテレビ見ておせんべい食べて ご利益いただく、これだったら楽だけど、口説く積んでないでしょ。それはだから所属してるだけじゃダメなんだ。だから習慣じゃない、信仰は自らね、くどく積まなきゃいかん、お題目を唱えなくちゃなりませんよ、まあ、そういうふうに申し上げて、今日はだいぶ自分でねお参加する人が多少増えましたね。ご利益も用意いただくようになりました。A さんという方、まあ、名前はちょっと伏せておきます。この方は行政マン、今年は定年かな、部下が50人ぐらいいらっしゃって、でそのご主人が周囲の人なんで、その仕事を全うされてまたご利益で自分の次の働く場所も何も苦労しないでちゃんと見つかった、ご利益だなと思いましたね。でもう分かんないが、私青年会の時代から知ってるからね、もうその年になったのかなと思う、もう50代その年になると思って聞いたんです。で青年会の時に
先代のねご訪問の中に結婚の三条件というのをおっしゃったの。お広い師匠さんね、一つ健康である、二人がですよ、二つ二人のフィーリングが合うこと、気が合わなきゃねダメだわ。新婚になって1年目から結婚してる人は大概別れちゃうから、ああ、気が合うっていう人を探さなきゃ。最後は大事だ。三つ目は一緒にご信心してくださる。三条件で、ここは先入観におったからこれだと思ったんです。で、結婚してくださいという人おったけど、この三条件満たさない人は残念だけどお断りしますって。自分でしっかりした価値観を持ってるから揺るがない。三条件飲んでもいいと言ったのは今のご主人なんですよ。で、偉いと思ったのは、自分の両親、もちろん信者さんじゃないですよね。だから彼女は仏寿司の信仰を熱心にしているご家庭なんで、本人もそう。で、僕も本物仏寿司の信者するから了解してもらいたいってね、ちゃんと両親説得してね、それで結婚式挙げて、もう早くも定年までになっちゃった、なりましたけど、子供さん2人いらっしゃって、上が、男の子、まあ、子っていうのがいかんけど、ちゃんと就職も合格、女の子が下にいて、去年就職合格、この次から次へとずっとねご利益いただくわけだ、まあ誠に結構なものだなと思ってね。で、お役中さんからもね、お役をいただいて、たとえ小さなお役でもいただきながらお願いし、ご報告させていただくと大きなご利益いただくんですよってね、教えられたら、はいってね、素直に聞くんですよ、その、もうその度ごとにすぐね、ご利益いただく、そういう人です。自分の、今度は定年ですけど、その後も安心してまた働けるということになって、どういうわけか次から次へとお上がりになるんで、こんなありがたいことはございませんってね、ご夫婦でおっしゃってましたが、本当に随気に絶えません。で、働く人だけじゃあれだと思って、もう一つ、ご商売のこともね、これは B さんというふうにしておきますが、食品会社の会社経営して3代目の社長さんやってる。で、初代の人、2代の人ってね、みんな信心が厚くてね、初代の人は東北の出身の人ですよ。村が全部念仏でね、国境やれたら何事だってね、本当に村八分にあって、もう出てけって言われて、だけどこう、こっちの中部地方にね、親戚がいて、そこでお経を受けてたの。いわくね、まあこれで念仏唱えないで法華の信心ができるって、こんな嬉しいことはないって追い出されて喜んでるんだよ。それが初代、まあそういう方でしたからね、ご夫婦ともに信心が厚かったね。
で二代の奥さんもまだ健在ですけど、いわく、まあ、息子さんたちが三代こう言うんですよ。どんなに仕事で忙しくて儲けてもお香の時間は絶対欠席しちゃいかん、遅刻してもいかん、ええ、途中で仕事を辞めてもお香を最初から終わりまでちゃんと座ってお参りせよというのがね、二代目の奥さんまだ健在ですから、そういうだから信心強い人ばっかり連続で、そういう薫陶を受けたからご本人もね、経営者仲間がいたら私は本門仏寺宗の信者ですって、ね、堂々と言えるんだよ。他の経営者もね、こうその時は6、70人いたらしいけど、あの講師がやってきて、どんな修士ですかって聞いたら、あえて手を挙げて本門仏寺宗信者です、他の人俺のとこ何の修士だったかなって言ってたって自分の修士が自分で言えないって言うんだからね、みんなそう、私普通だと思ったんだけど、自分の修士名誰も言えないんですよねなんて後で喋ってくれましたけどね。それでこのうーん、自分で食品会社をやってらっしゃるからね、この食品会社でもまあ裏話聞くと、デパートまでその製品がね陳列されるともう一級だそうですよ、どこでも出してもらえる、それまでにいろんなね段階踏んで自分よりも年若いね人たちに頭をね何遍も何遍も下げなくていいな、ええ、そして去年ねその製品が金賞を取りましたね、業界新聞に、ね、販売学校の金賞って、ね、たくさん競合する会社があるんだけど、一社ですから金賞取るのはね、もう全国どこ行っても商売で、顔写真入れてね見せてもらいました。これは商売やってる人にとってはねもう飛び上がるぐらい嬉しい話、ポコッとそのね新製品が生まれたわけじゃない、苦労してね、私もデパート行った時、あこれだなってね一個だけ買って食べてみました、美味しかったね。で工場見物させてもらったときにね、手洗うとこがある、だけど生身の人間だから手洗うのをほっと忘れちゃう、扉が閉まったまま開かないんだよ、洗ったって同時に扉がパッと開くようになってる、よう考えちゃうな、ちょっとでもね食べるものが不潔だったらねえらいことになるでしょ、まあ、そこまで神経使ってね工場はそういうふうにしてあるんだなと思って感心しましたよ、うん、だからうちは絶対忘れることありません、ドアが閉まってますからね、本人が自分で気づくようになってますんでなるほどと思いましたね、ああそうやって商売する人はね製品できるまでいろんな苦労してるんだという目の当たりにしました。お金儲けは大変ですよ、ええ、その中で金賞ですから、うん、一社しかないんですからね、何百とね会社がそれあるんだ、まあ、すごいので長年あの一緒に仕事して、まあ、ご信者さんでもあるんですがね、お亡くなりになってお葬儀終わってこの火葬場行くでしょ、私申し訳ないんですけど会社の前霊柩車ちょっと通らさせていただいて
ご許可いただきたいというのは、私はすぐピンときました。あ、いいですよ。火葬場のところ、ちょっと手前のところにずっと会社の方へ行ってね、作業服のまんま全員社員がだーっと整列してね、皆さんで合唱を礼拝してお見送りしたと、そういうことは予見しましたね。言われた瞬間に分かりました。ああ、皆さんで見送るんだなと。先輩、今まで本当にご苦労様でしたってね。いや、そういうところにまで神経使うから社長なんじゃないですか。だから社長さんが社員と同じ作業服着ていつも一緒に昼食もね、食事してるわ。今まではカリスマなんてね、社長というと俺の言うことを聞けっていうのは、まあ、そういう時代も確かに戦後はね、たくさんあった。引っ張っていく人が。それは今違いますよ。その社長さんが来ると、ファーッと明るくなってね、皆さんがその気になってやる気になる。ええ、働いてる人が楽しいしかない。そういうリーダーが現在求められてる社長像ですよ。ええ、まさしくその通りの社長さんになってらっしゃる。こんな結構なことはございます。さて、街道上人ご指南の未来の心配は捨ておいて唱えよと。未来の心配は捨ておいて唱えよと。かように街道上人の示しをいただきました。どうぞ一つお題目を唱える我というふうにご信者みんななっていただきたい。それが自分を充実させ、そしてその結果のご利益は献金はってね、お金、健康、人間関係、この3つのご利益は社会生活の全てと言ってよろしい。この3つとも整って必ず来ると。これを世間では過保護者と言うんですよ。一つ足りなくても苦しいですよ。だけどこのお題目をお唱えさせていただくご信者は必ずこの3つを整えて過保護者になり、それだけに終わらず人助けが必ずできる人間と成長させていただくのだと、かようにお示しをいただいた本日のご教科でございます。そのことを街道上人ご教科に、この恩神を嘆くに足らず、愛がたき、実りに愛し、尽くせ思えば、本門合本主権上業、朝伝本人越の南業、本連業、教会南業。